はい、前回の続きです。はい、ここに打たれたとこで、あ、そうですね、当然抜くぐらいでね、まあ振り返りになって、まあ一応寄せ勝負ですけど、まあ優勢とね思ってたんですけど、これを聞かして、はい、こうやってね、はい、すごいですね、最強に打たれたんですね。はい、これでここに切りが、妙手ですか。はい、これが決め手になったみたいで、もしこう受けるとこうやって、はい、これで目がないですから、攻め合いも勝てないと。そうですね、この切りが決め手で、黒白困ったみたいですね。はい、うん、いや、まあ抜いておけばね、手を入れておけば優勢な気がしたんですけどね。結構でも研究してみると、結構黒もなんかまだ難しいみたいですね、この解説を読んでいるとね。はい、これで、はい、じゃあまたこの続きは、明日やりたいと思います。はい、失礼します。